はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2023年令和5年の5月24日の水曜日、今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日は5月の24日ですけれども、昨日はですね、1日、まあ、雨が降ったり止んだり、しとしとじめじめといったですね、そしてちょっと肌寒いというか寒い1日でしたけれども、今朝はですね、朝からすっきりとした青空が広がっていて、そして気温もですね、だいたい24、5度ぐらいまで上がって、で湿度もですね、さらに、湿度がだいたいですね、まあ、今はまだ 40% とかそのぐらいかもしれませんけれども、ちょっと涼しい風が入って、まあ、涼しいというかですね、南西の風といったかな、風が入ってくるとともに、湿度がだんだん下がって、最低湿度がですね、だいたい 27、8% ぐらいという予報となって、まあ、30% を切るぐらいの湿度まで下がるので、本当に爽やかな一日になりそうですね。で今週はですね、日曜日ぐらいまでかな、この後いい天気が続く予報となっていて、基本的にもですね、25度前後ぐらいの日が続きそうだということで、次に天気が崩れるのは週明け月曜日から火曜日ということだそうですので、1週間ほどはですね、いい天気の日が続いて、気持ちいい陽気を楽しむことができそうだなということですね。もうちょっとすると梅雨に入ってくる時期になるので、その前の本当にわずかな期間ですけれども、心地よく爽やかな気候を楽しめる期間をですね、有効に使いたいなというふうに思います。そして今日ですね、朝職場に来るまでの途中にいろいろと自分の頭の中を整理する中でですね、思い浮かんだテーマというかキーワードについてはですね、高杉晋作さんという、幕末に活躍された方がですね、残した、時世の句と呼ばれていますけれども、面白きこともなきよう面白く、面白きこともなきよう面白くという言葉が頭に浮かびました。このですね、面白きこともなきを面白くという言葉、本当に時世の句かどうかというのはちょっと諸説あるようですけれども、ただこの言葉としてはですね、本当に凄まじいインパクトを初めて聞いた時には感じました。やはりですね、日々日々いろんなことがあって、いろんな人間がいて、自分が正しいと思っていることが本当に正しいのか、よく分からなくなってしまうことだとか、自分の人生って何だろうなとか、社会って何だろうなって、大人になればなるほど、年齢を重ねれば重ねるほどいろいろと、分からなくなってきてしまったり、そんなですね、年頃を誰でも過ごすわけですけれども、そんな時にですね、やはりこの言葉、面白きこともなきを面白くということをですね、聞いた時には本当に衝撃的で、こういう心境を持ってですね、日々過ごすことができたら、どれだけ迷わずに済むかなと思ったりもしますし、それでいても迷ったり分からなくなったり、いろいろなことが起きてですね、フラストレーションが溜まったり、ストレスが溜まったり、本当にですね、人に対して疑心暗鬼になってしまったり、自分自身に対してですね、情けない、自分自身を情けなく感じたりすることというのは、誰しもあるわけですけれども、そういう時にですね、こういう言葉を思い出したいなという言葉の一つです。常に自分の中でもですね、戒めというわけではないですけれども、自分に言い聞かせている言葉の中の一つで、面白くない、世の中なんていうのはそもそも面白くないけれども、やはりですね、それを面白くできるのもできないのも自分次第ということで、誰のせいにするわけでもなく、どの道誰にとったって、そんなに世の中毎日過ごすこととかですね、世の中全体というのはそんな面白いことがあるわけではないとは確かに思いますよね。そしてそれをですね、面白くすることができる自信、意味付けをするというかですね、それに対して味付けをすることができるのは自分自身しかいないわけで、逆に言えばですね、自分自身のことはですね、他人には分からないわけなので、他人にどう言われようと、他人がどういうふうにですね、指摘しようと、誰かに迷惑をかけたり犯罪を犯したり、迷惑をかけることがなければですね、自分なりに面白い日々ということをですね、心がけていくということもできるはずですし、きっとそういうふうに心がけて過ごしていることがですね、必ず周りの人にも伝わって、いい影響がだん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 広がっていくというようなこともあるのではないかなというふうに感じたりしています。
なのでですね、たくさんいろいろと自分の中でも心がけたい言葉というものはたくさんあるわけですけれども、その中の代表的な言葉の一つが高杉晋作さんが残されたと言われている面白きこともなきを面白くという言葉であって、私自身もですね、こうしていろいろと毎日毎日同じようなことを繰り返しているような気もしたり、成長しているのか、何歳になっても成長しているのかどうか分からなかったり、いろんなですね、報道に出てくる人だとかメディアに取り上げられている人などと時折自分を比べてみてですね、自分っていうのはなんてちっぽけなのかな、力がないのかなと思ったりしたりすることもありますし、どれだけ自分が恵まれているのかというふうに感じる日々もありますし、そんな中でもですね、やはり面白きこともなきを面白くということを常に心がけて、自分自身毎日毎日変わらない、本当にですね、日々その日その日は全く何も変わらないように感じるけれども、日々日々何か違ってきたりすることもあるし、自分の心がけ次第というふうに思って、今日も面白きこともなきを面白くということを意識して過ごして、今日一日を大切に過ごしていきたいなと感じています。ということで、今日もですね、まずは昨日の日経平均株価の終値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値は3万飛んで957円77銭、3万飛んで957円77銭ということで、一昨日に比べるとマイナス129円05銭ということで、一時的にですね、昨日、バブル崩壊後最高値をまた更新したようですけれども、終値的にはですね、9営業日ぶりだったかなの、マイナスということで、昨日はですね、3万1000台を割ったところで取引を終えていたようですね。円ドル相場については1ドル138円36銭から37銭、1ドル138円36銭から37銭ということで、おとといに比べると、今日は水曜日だからおとといですね、月曜日に比べて昨日は、53銭の円安ということで取引を終えていて、引き続き138円台の推移ということのようですね。で、今日音読の題材に取り上げたい一つ目の記事についてはですね、今日の日本経済新聞朝刊の社説の一つ目からです。タイトルは、育児支援の財源は消費税を封印するなということで、育児支援ですね、子ども子育て支援に関しての財源をどこからですね、調達するのかということの議論だそうですけれども、これもちょっと日本全体という意味でスケールが私たちの一般生活からすると大きすぎてピンとこない話題ではありますけれども、この子ども子育て支援ということはですね、今後の少子高齢化対策には極めて重要なことになるので、この全体的な動きの一つ、財源についての議論をですね、確認しておきたいと思います。育児支援の財源は消費税を封印するな。消費増税を封印した議論では限界があるのではないか。岸田文雄政権が進める新たな少子化対策の財源確保のことである。政府は2024年度から3年間を集中期間として、児童手当や育児休業給付の拡充、就労状況に関わらず保育所に通いやすい制度などの実現を目指している。集中期間に年3兆円規模の追加予算を確保して、その後さらに拡大する構え。社会保障費を中心に歳出削減を進めつつ、2026年までに国民に広く負担を求める安定財源も確保する方向だが、制度化まではつなぎ国債の発行も視野に入れている。医療、介護など既存の社会保障の効率化は極めて重要。これらの保険料を抑制できれば、そのこと自体が育児世帯の支援につながる。ただ歳出削減を少子化対策の財源とするなら、具体的な改革の項目や期限を示す必要がある。それができない努力目標なら財源と位置づけるべきではない。負担のあり方は全世代型にすることが重要。せっかく育児世帯の支援を拡充しても、現役世代だけに費用負担を求めれば効果が相殺されてしまう。年齢で線引きせずに高齢者を含む全世代で育児世代を支える。負担能力に応じた協力を求める考え方を徹底する。こうした視点で負担の仕組みを決める必要がある。この考え方に立つと、本来なら消費税が有力な財源案として浮上するはずだ。消費活動には所得と資産の両面が反映されるので、社会全体で世帯の能力に応じた負担を求めることができる。消費税法も少子化対策が消費税の使途の一つだと定めている。
ところが首相は5月22日の子ども未来戦略会議で消費税を含めた新たな税負担は考えていないと述べ、消費税の議論を封印した。政府は各医療保険に少子化対策を目的とした拠出金を求める案を検討している。だが所得で負担額が決まる社会保険料をベースとした仕組みでは引退世代の負担が相対的に軽くなりかねない。社会保険の負担増は事業主負担の増加を伴うため、厚生年金などの被用者保険の適用対象者を広げる改革にも逆風となる。会社員に扶養される配偶者は第3号被保険者として保険料を納めていないので、少子化対策の支え手から外れるという問題もある。最適な負担のあり方を探るため、消費税を除外せずに検討を進めるべきだ。ということでですね、消費税増税に関する議論と、それからですね、この少子高齢化対策としての子ども子育て支援をですね、並行して考えるのはちょっと私たちは、あまりこうピンとこないというか、しっくりこないというか、ただですね、それはもう切っても切り離せない問題ではあると思いますけれども、それでも私たちがですね、やっていかなくてはいけない問題の一つに、子ども子育て支援というものがあることは間違いがありませんけれども、ただですね、同時にこの消費税というのは、なかなかですね、微妙で、どうしても増税ということに関してはもう反射的にですね、反対ということが頭をよぎってきますし、そしてですね、消費税自体も、やはりこの高所得者層と低所得者層の負担割合が違ってくるのではないかというような議論もあるわけなので、この辺のところはですね、時間をかけてこの税負担のあり方を考えていくべき立場にある人たちにですね、しっかりと考えていってもらいたいなというふうに感じています。そして2つ目の音読の題材としてはですね、この今日の日本経済新聞朝刊の社説の2つ目からですね、シリア圧政の免罪符ではないというタイトルで、このシリアに関するですね、ちょっと外国の問題なので、さらにまた私たちの一般生活からはピンとこない話題ではありますけれども、この機会にですね、この今の、この間 G7 が終わったばかりというところで、この中東問題に関しても確認をしておきたいなと思います。シリア圧政の免罪符ではない。シリアがアラブ諸国との和解を進め、2011年の内戦開始以来続いた国際社会での孤立を脱しようとしている。中東の緊張緩和につながる期待もあるが、シリアの圧政に免罪符が与えられたわけではない。日米欧は間違った誤ったシグナルの発信を防ぎ、シリア国内の融和に向け圧力を続けるべきだ。シリアのアサド大統領はサウジアラビアで開かれたアラブ首脳会議に内戦が始まって以来初めて参加。アラブ首長国連邦 UAE は11月からこのアラブ首長国連邦で開かれた国連気候変動枠組条約締約国会議 COP28 にアサド氏を招く。シリアの国際社会復帰の背景には中国主導で進む中東秩序の再編がある。中国の仲介でイランと国交を正常化したサウジなどアラブ諸国はその延長で外交対立を解消し、産業多角化など国内問題に注力したい思惑がある。ただしアサド氏は化学兵器の使用疑惑を向けられ、拷問処刑で国民を弾圧した人物である。強権支配を改める兆しもなく、欧米の当局者や政治家の中にはアラブ諸国の和解を時期尚早と懸念する動きもある。日本は欧米と協力し、強権による見かけ上の安定を是認せず、関係国への影響力を行使して、シリアの各勢力の融和を粘り強く求めてほしい。政権を潤わせることなく人道支援を広げていく工夫も必要。シリアからイラクに至る地域で権力の空白が生じると、過激派が勢力を強める土壌となりかねない。シリアで製造された薬物が周辺国に密輸され、大きな被害をもたらしている。弾圧や内戦を逃れて国外に暮らすシリア難民は500万人を超すが、今の状況で、彼らが安全に帰還するのは難しい。ウクライナのゼレンスキー大統領は5月21日に幕を閉じた主要7カ国首脳会議 G7 広島サミット参加の途上に、アラブ首脳会議にも出席している。日米欧はロシアと友好関係を維持するアラブ諸国にウクライナ支援で結束する重要性を訴える必要もある。
ということで、このシリア内戦がですね長く続いている中で、この中東問題がどのようにですねこの関係、まあ、影響力を影響を与え合っているのかということは、ちょっと本当にこの、東アジアのですね一番端からはなかなか分かりづらい、ところであるので、ちょっと本当にですねピンとこない中のピンとこない問題ではあると思いますけれども、まあ、こういうことが世界のどこかで起きているということだけ、頭の中に入れておけばですね、この日々出てくるようなニュースだとか、それから国際関係のニュース、まあ、それから G7 や G20 なども含めてですね、どのように世界が絡み合って関係し合っているのかということもですね、まあ、理解はすることができるのではないかなというふうに感じます。そして3つ目の音読の題材としてはですね、ちょっと趣を少し軽めな記事に変えてですね、タイトルを確認しておくと、VTuber2 万人を支えるということで、ピクトリアという企業とルコという企業がですね、AI の活用などに関しての動きをですね、まあ、活性化させているということらしいので、このですね、VTuber というのはあまりちょっと自分自身でも見ることはないですけれども、これからのですね、世の中にはこういう動きとかですね、こういうこのクリエイティブというか、まあ、逆に言ったらこういう形での販売促進というものも間違いなく伸びてくるはずなので、まあ、この辺のところもですね今のうちから、この叩き台というかですね基礎がどのような状態で動いているのかということは確認をしておきたいなと思います。ピクトリアは AI 活用で個別に対話、デルコという企業はですね背景衣装の素材を販売というようなことで VTuber2 万人を支えているということだそうです。アニメ調のキャラクターが動画を配信するバーチャル YouTuber、VTuber で新興勢がファン獲得へサービスを競う。ピクトリアは人工知能 AI で受け答えする VTuber とファンが個別に対話できるアプリを年内にも投入する。競争激化の中、新興勢はキャラの魅力を高める技術でファンの心をつかむ。ある日の朝、ファンが画面におはようと話しかけると、VTuber がおはようございます。今日は28歳の誕生日ですね。おめでとうございます。と自動で返答する。ピクトリアのアプリではこんなやり取りが楽しめるようになる。ピクトリアの VTuber は人が介在せず AI のみで動く。年内にも20から30体のキャラクターをリリースしたいと話されていて、動画サイトの YouTube などで露出を増やす。個別に話したいと思うファンはアプリを使って会話する仕組み。自然な会話になるよう対話型 AI であるチャット GPT を部分的に活用した独自の AI システムを開発するという、明るい性格やおとなしい性格などの個性を決めて、それに沿った言語データと VTuber を紐付けていく。ファンとの会話の内容を学習していくので、自分だけの VTuber を育てることができる。ビクトリアはファンが VTuber と一緒に楽しむゲームや占いなどのイベントに課金して収益化する。VTuber はもともとアニメ調の人の声と2次元や3次元のキャラの動きを重ね合わせたもの。発祥地は日本で、2016年に人気キャラキズナアイが YouTube で登場したのがきっかけで国内外に広まった。配信者は自分の顔を出さずに声や話術、キャラの魅力などで勝負、できる利点がある。ファンとのトークやゲーム実況、音楽ライブなど様々な領域で活躍の場を広げている。さらにですね、ルコという企業が目をつけたのは配信画面の背景などデジタル素材の重要性。4月にはクリエイターが制作した素材を VTuber が購入できる専用サイトを立ち上げた。画面に配信する背景や家具、キャラに着せる衣装などが数百円程度から購入できる。VTuber として活躍を目指す個人を中心に利用が広がっている。ルコは2022年7月から配信画面の作成ソフトや素材を無料で提供。登録者はすでに2万5000人を超えた。新たに有料サイトを開設してより豊富な素材を購入したり、クリエイターが稼げたりする仕組みを整え、市場拡大を後押しする。早ければ年内にも VTuber と企業の PR 案件を仲介するサービスを始める予定。その一方で YouTube は再生回数の減少などで収益低下が叫ばれており、VTuber も影響を受けている。VTuber 事務所のミカイの上村隆弘代表は、上村さんというのかな、上村さんか上村さんは、代表はですね、YouTube 以外のプラットフォームの活用やグッズ販売などを組み合わせて成長を目指すと語る。
海外に活路を求める動きも広がる。 VTuber 事務所のブレイブグループはですね、2023年3月に米国法人を設立。英語に堪能な人材を発掘育成して外国人のファン獲得を急ぐ。日本のアニメ調のキャラの人気が高い国地域で早期に事業を拡大していくことができるかどうかも成長の鍵となるということで、個人的にはこのキズナアイというキャラクターもちょっとあんまりよくわからないし、 VTuber と呼ばれるようなですね、動画配信も、見たことがないといえば見たことがないので、ただですね、やはり若い世代、それからですね、その他、街の中、この動画配信ということに限らず販売促進という意味で言えばですね、誰か個別の人間のキャラクターよりもですね、このようなアニメ調のキャラクターの方がこの受けてもですね、柔らかく受け止めることができたりするということは、感じることもあるので、これから先このような販売促進方法だとか、やはりこの対話型ですね、チャットボットだとかっていうこともどんどん、増えてくるはずだと思うので、こういう動きもあるんだなということもですね、この、中東の問題と同じく日々の生活の中で具体的に知ることはできませんけれども、なんとなく頭のどこかでこういう動きがあるんだなということを分かっておくことができればいいかなというふうに感じました。ということで、今日はですね、2023年令和5年の5月24日の水曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で、取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。